こんにちは、青山茂春が答えて答えて答える。今回もどうぞよろしくお願いします。さて、このままではこの番組が消滅しますと申し上げたところ、どーっとではないんだけど少し質問をいただいているということで、細々と脈々を保っているこの番組でありますが、井上さんが早く本題に入れと。もっと送ってください。え、もっと送ってくださいと。もっと送ってくださいと言ってくれということなので、はい、聞きたいことがないってことはないと思うので、何でも聞いてくださいね。まあ、いつもというか最近申し上げている通り、僕らの国会、青山茂春チャンネル、順番逆ですけどの方は、まあ質問するコーナーがないので、これといえば連携してですね、撮影するスタッフも編集してくださるスタッフも同じなので、あの番組についても山のように質問あると思いますから、質問寄せてください。さあ、今日はですね、明日が総選挙の公示日でありまして、その前日10月の18日月曜日です。このあと僕は空港へ向かって長崎に向かう予定です。あくまで応援は公示になってからいたしますので、まあ、前日つまり今日ですね、今日の夜に入って明日の朝9時から長崎で遊説を始める予定になっています。予定ですからまだ変わるかもしれないんですけれども、というわけで今日は私たちの大切なオリジナルカレンダー、後期で申せば紀元2681年のちょっと声が枯れてる、10月18日であります。令和3年、西暦で言えば2021年です。遊説が明日からなのにもう声が出なくなっていますけれどもまず1問目ですが、武漢熱が蔓延する現在、憲法を改正し緊急事態条項を創設することは実現可能でしょうかというご質問で、ちょっと省略して申し訳ないですけれども、要はその武漢熱で、このみんなが緊急事態に備えるということに問題意識が高まっているときはチャンスはないかというご趣旨ですよね。質問の後半に以下のようにお書きになっています。他の国々のようにロックダウンできず迷走し形骸化した緊急事態宣言が乱発されることに対し、多くの国民が憤り不安を感じている中、緊急事態条項の創設は説得力を持って受け止められるのではないでしょうか。公明党の改憲ではなく加憲というごめんなさい、私にとっては僕にとってもですが謎の主張にも合致します。緊急事態条項の創設によって憲法9条改正の機運が薄らいでしまうかもしれないリスクもあると思いますが、憲法を改正したという実績によって憲法9条改正のハードルが下がるメリットもあると思います。ぜひ青山さんの意見をということなんです。この件は前にというかずいぶん前ですね、多分ね、国会議員になる前じゃないかと思うんですけど、見解はもともとはっきりしてるんで申したことあると思うんですが、このペンネームの慎太郎さんが滋賀県在住37歳会社員は OK ってことなんで、その慎太郎さんの問題意識は非常に的確で、武漢熱によって日本の国家危機管理の体制が問われたことは間違いがないですから、僕にとってもこの慎太郎さんの良い質問をきっかけに改めて見解を整理して、申し上げておきたいと思います。僕はまあ結論から申しますと、9条改正、その本丸から最初にやりましょうということをずっと安倍前総理にも、安倍さんが総理時代から長年、安倍さんだけじゃなくて、たくさんの自由民主党に限らず、維新の方であったり、あるいは場合によっては国民民主党の方にも申し上げてきました。共産党の議員にも話してます、はい。それで、まずこの慎太郎さんの問いに直接答えながらお話しますとね、武漢熱でロックダウンしなかったから迷走だったっていうのは僕は意見が違うんですよね。というのは武漢熱の蔓延から、少なくとも2年ぐらいは経て
現在なので、相当世界中からケーススタディが可能になってるわけですよね。世界中の例からですね。で、例えば同じ民主主義国家でもヨーロッパでロックダウン確かに行った国は複数ありますけれど、そこで日本より感染症が、少なかったかというと逆なんですよね。日本では第5波が非常に強烈、インド株を中心にした変異株への備えが甘かったので、第5波は強烈に広がったんですけれども、しかし皆さんご存知のように、その後の対応は非常に見事で、したがって今非常に感染が極端に少なくなってて、韓国は例によってめちゃくちゃな話で政府が隠蔽してるっていうね、それはあなたのところの政府じゃないですかと聞きたくなるぐらいのことを言ったりしてるわけですけれども、これは謎ではなくて、それはもちろん対策は成功したから、でワクチンの接種率が高まったのも非常に意味が大きいですけれども、しかしそれだけで、このように、この先まだ分かりませんけれど、とにかく一旦第5波は、相当に克服したのではなくて、他の対策がオンしてるから状況良くなってるわけですよね。もうお分かりですよね。ロックダウンしてません。で、相対としてももう一回言いますが、ロックダウンした国よりも日本の感染者数が多かったり、重症化なさった人や、あるいは命を落とされた方が多かったって事実はないんですよね。それで、したがってそのロックダウンができないから緊急事態条項を創設しましょうって話は一時期ありましたけど、もう実は根拠を失ってしまってるんですよね。だからそこは慎太郎さんにももう一度ちょっと立ち止まって考えていただきたいと思います。ちなみに中国で行ったのはロックダウンじゃなくて監禁であるってことは、僕は前からこの番組でも申したかな、僕らの国会の方では申したと思うんですけれど、これは監禁です。ここに僕らの国会だと三浦秘書がいますけど、三浦秘書に、あの時中国も混乱しててメディアの統制が今みたいにできてなかったら、今またすごいでしょ、もう民間企業は報道に携わるなっていうのをやってるわけですけど、あの時はまだ混乱してたんで、その武漢をロックダウンロックアウト、完全に封鎖都市にしてしまうだけじゃなくて、とにかく有無を言わさず、その発熱した人はですね、本当に武漢熱に感染してるかどうかもよくわからないケースもあったんじゃないかというのを、実は西側の危機管理の専門家同士では水面下で話し合っているんですけれども、もうとにかくその熱が出た人はですね、みんな閉じ込めたんですよね、仮設の、仮設といっても非常に大きな施設に。そこに鉄格子がはまってるのが映っちゃったんですよね。で、ああいう監禁までやるとですね、それは効果は出るわけですよね。で、その方々がどうなるかはまた別問題だし、人間の尊厳とは必ずしも両立しないと言えるんですけど、その緊急事態条項なるものを日本国憲法に作って、西欧諸国がやったようなロックダウンをやったからといって、中国共産党の独裁主義であった監禁っていうのができるかというとできないです。で、したがって、結論から言うと、日本国憲法に緊急事態条項を創設して、ロックダウン、もう一回言いますが、その中国のやった監禁じゃなくて、民主主義の範囲内の制限をかけたときに、武漢熱のような人口の疑いが十分にあるウイルスの蔓延を防ぐことができるかというと、できないんですよ。で、じゃあそこだけにこだわるんじゃなくて、そもそも例えば尖閣諸島をめぐる事態や、あるいはすぐ近くの台湾をめぐる事態なども考えて緊急事態条項を作れという主張は、早い話が安倍総理だって政権当時に事実をなさってたわけですけど、僕は当時から反対ですよね。なぜかというとですね、憲法9条をそのままにして緊急事態条項を作って何ができるんでしょうか。緊急事態条項っていうのは別に自衛隊が出動するとは全然限らない。それはその通りなんですよね。今ロックダウンの話も出ましたけれど、
まあ、感染症に限らず有事、まあ、本当は戦争ですけれども、あるいは重大なテロを全部含めて考えると、まずロックダウンとも共通しますけれども、人の移動を政府が完全に監禁ではないけれども、自宅を出ないでくださいとか、あるいは商店を強制的に閉めさせるとか、営業の制限じゃなくて営業の禁止ってことができるとか、あるいは空港の使用を全部国が管理して一括して、空港も新幹線をはじめとする駅も港湾も全部、国が管理する、それから、まあ、警察の権限も非常に強めて、日本には敗戦後戒厳令というものがないんですけれど、要はその緊急事態条項を作るってことは、まあ、野党やオールドメディアが大騒ぎするでしょうが、事実上戒厳令に近いことをやれるということですよね。でこれはですね、まず基本的に戒厳令っていうのは国内の治安が基本的な考えなんですよね。それで、これからの日本を考えるときに、もちろん例えば中国共産党の工作をはじめとして国内で騒乱状態になるってことはないとは言えませんけれども、実際はそれよりも中国のあの極端な拡張主義を考えると、まあ、国内での揺さぶりが同時進行することはあっても、基本的には、例えば政情が極度に不安定で、しかも民主主義がなくて、その為政者が全く信頼されてない、日本でいう政治不信とは桁が違う、まあ、僕はそういう国々を歩きましたからよく分かりますけど、そういうところでいきなり戒厳令をかけて、まあ、デモンストレーションをはじめとして民衆の動きを全部止めるということのニーズはこの日本においてはほぼないですよね。でましてインターネットの時代になると相当発言できるので、実際に例えばデモ行進することをやらないと民意が示せないっていう事実ももうすでに失われてるわけですよね。でそうするとその、本当の緊急事態っていうのはやっぱ基本は外国からの巧妙な手段を含めてですね、いわゆる中国の海上民兵と呼ばれる人々、まあ、漁民の形をしながら実は武装してるってことも含めて、やっぱり海外からの侵入侵略っていうものが大きな課題になってるわけですよね。でその時の緊急事態条項っていうのは、さっき言った通り憲法9条が改正されてないとですね、これは緊急事態条項に合致するんですって言って、例えば憲法9条で本来縛られているわけですよね。陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、だから戦力と呼べるようなものは持っちゃいけないことになってる。だからその延長線上で、極超音速の核体、まあ、ミサイルの一種が北朝鮮ごときですらもう開発され始めていて、中国においては今英国で報じた通り、この核弾頭を詰める核体ですね、 HGV ハイパーソニックグライドビークルっていうやつをもう地球一周しましたと、これ僕は間違いないと考えているんですけれども、その時代にそのミサイルを撃つ基地を攻撃しちゃいけないというようなことが憲法9条の、まあ、はっきり言うと拡大解釈ですよね。拡大解釈ではあるんですが、とにかく戦力と呼べるものを持っちゃいけないと。それでイージス艦、日本の優秀な潜水艦、原子力でなくても、それから戦闘機、戦力じゃないっていう、まあ、まあはっきり言って訳は分かんない憲法なんですけど、これをそのままにしておいて緊急事態条項だけ作ってもですね、外国からの侵入に対処することはできないです。じゃあもう一度話を元に戻しますが、じゃあ感染症再びあるでしょうが、その時に緊急事態条項を作ってロックダウンしたら見事防げるのか、防いでないですよね欧州は。それからじゃあそのいくら中国の工作があっても日本で、都市機能が全部なくなってしまう、あるいは農村地帯で穀物の生産もできなくなるほどの例えば民衆の行動が起きるとは思いません。したがって緊急事態条項を作ってメリットっていうのが実際にはほとんどないんですよね。
それで50歩100歩当然譲ってですね、譲って考えなきゃいけないです。もちろん自分の意見が正しいと思うんじゃなくて、考えると慎太郎さんがおっしゃってる通り、その憲法を改正したという実績によって9条改正のハードルが下がるメリットもあると思いますとお書きになってるって、これだからやってみないと分かんない面もあるんで、僕も言い切りはなるべくしないにしたいんですけど、私個人がどう考えているかというと、ハードルは下がらないと思います。それよりもこの慎太郎さんご自身がご指摘になってる、むしろ緊急事態条項を作ると、まあ、これでいいじゃないかってことになって憲法9条改正の機運が薄らぐ、そっちの方だと思いますよね。というのはですね、とにかくその決まったことを変えるのは苦手なのは事実なんですよ。で、僕自身もそうかもしれないですよね。まあごく自然に世界を歩いてきましたから、決まったことを変えられないとどれぐらい害が大きいかっていうのもこの我が祖国を含めて十分に感じてるんで、決まったことであっても柔軟に変えるっていう考え方は持ってますけど、でも苦手かもしれないですよね。で、苦手なのは日本の特質であるのは間違いがなくて、それはもう何度も言いましたけど、大日本帝国憲法が著しく変わってないですから。で、大日本帝国憲法っていうのは、まあ、1968年に明治維新が、まあ、ペリーの来航以来15年で、まあ、ある種電光石火で成し遂げた、いわば大改革なんですよね。で、そこでアジア諸国で初のいわゆる西洋式憲法を作らなきゃいけないときに、それはまあ急いで作ったことは間違いがないわけですよね。で、天才が何人か集まって立派なものができたんですけど、前も言ってる通り、まあ、矛盾の塊でもあるんですよね。というのは主権者が天皇陛下お一人であると規定しているのに、その天皇陛下の権限の具体的な定めがほとんどなくて、特に当時は戦争国家にならざるを得なかったですよね。帝国主義が蔓延している時代ですから、黙ってると秦国のようにもうズタズタにされるのは分かってるわけですから。ですから、その開戦の決定と終戦の決定、開戦した以上は必ず終戦しなきゃいけないので、その決定権が天皇陛下にあるってことはきちんと書かなきゃいけないのに、陸海軍は天皇が統帥すしか書いてなくて、この統帥については、まあ、憲法学者の間でも当然帝国憲法を本当に研究している人は意外に少ないんですけれども、でもいないわけじゃないんで、その憲法学者の間でも議論はありますけれど、もう簡単に言うと、僕は学者じゃなくて実務家なので、米英に特に説明するときには It's just only observation と言ってるんですよね。ご覧になってるだけですと。で、それは昭和天皇の戦前の実際の軍服を召された時の活動ぶりを拝見してもまさしくご覧になってるんであって、直接作戦を指揮されることはないわけですよね。そうすると主権の意味がわからないんですよね。で、なおかつその帝国議会が、ちゃんと開設されたわけですけれども、大日本帝国憲法によって、じゃあ議会制民主主義なのかというと、それもよくわからないんですよね。議会の役割も非常に中途半端なもので、必ず改正しなきゃいけないです。で、日清日露で、日本が勝利をして、まあ、苦しかったけど、特に日露は苦しかったけど、とにかく勝利をして国際社会の中で確固たる地位を占めた以上は、この、まあ、急いで作った大日本帝国憲法をどんどん改正していって、日本の役割を果たせるように、まあちょっと ここは一瞬結果論ですけど、昭和天皇におかれては、当時の金城陛下におかれては日独伊防共協定に反対なさったっていうのは歴史的事実だと私は考えてますが、その天皇陛下の御御心がちゃんと反映されるように、だから当然日米開戦にも至らないように、当然というのは、これは、まあ、資料を読み込んでいただくと、僕が勝手に思ってるんじゃなくて非常にはっきりしてきます。やっぱりさすが日本は文字の国なんで、日本書紀古事記以来ずっと記録している伝統があるから、この天皇陛下の周りの人々が克明に記録していった数多くの資料によって、これは実にはっきりしてるわけですね。で、僕自身も昭和天皇のいわゆる吐血下血の時代に、当時はまだ健在でいらした側近の方々に、引退された方には京都にまでお尋ねをして、ずっと聞いてまいりました。で、その時に日米開戦にいかに反対されてたかというお話も随分お聞きしたわけです。その大見心が
少なくとも天皇陛下を主権と定めた憲法がちゃんとその主権の実行が担保されるように改正されていたら真珠湾攻撃もなかったし日本の敗戦も実は起きなかったわけですよね。歴史にもしもはない たられはないって言いますけど、時間が元に戻らないのは事実だけど歴史をなぜ僕らがたどろうとするかというとたらればを考えるためですから。だから大日本帝国憲法が改正されなかったために今の奇妙な憲法9条も生んでるわけですよね。だそれを考えるとこの戦争に負けたから GHQ の置いていった憲法をなかなか変えられないんだという面も確かにあって、まあ、例えば今月号の超鉄録編編で僕が記しているのはそのことなんですけど、でもその土台としてそもそも一旦決めたら変えられないっていうのが老庫としてあるということを考えると、この緊急事態条項を作ったからといってそこから怒涛のように、憲法9条の改正ができるっていうのは、僕は考えないです。というかこの慎太郎さん、と意見が多少違うから言い方がきつくならないように今一生懸命考えながら申し上げてるんですけど、この、安倍さんも含めてですね、安倍さんの場合は例えば憲法96条改正条項を変えてそこからきっかけを作ってってことも試して結局頓挫した。でもその頓挫の結果9条改正の本場に行くんじゃなくて緊急事態条項ってことも安倍さんのお考えにもあったんですけど、そこは僕はっきり言うと真っ向逆さまだと思うんですよね。でそれはやっぱり私たちの長い歴史の功罪表裏を考えるっていうのが一番公平な態度で、人間のやることに絶対正しいこと絶対間違っていることはもうほとんどなくて両方相まって存在してるんで、天皇陛下っていうご存在をどうして126代2000数年間も守れるかというと決まったことを守れるからですよね。で本来その国際社会でいう王権っていうのは権力の一番集中するところですから、そこに一番その変えたいっていう欲望が働くわけですよ。日本でも例外ではなくて、最近僕はいい傾向、ちょっと言い方が偉そうになっちゃうかな、いい雰囲気だなと思うんですけど、歴史を考えると割と流行ってるでしょ。なんとなくテレビ番組も多いような気がするんですよね。僕テレビほとんど見ないんですけど、ご飯食べてる時青山チャラ博士と一緒にテレビついてること多いですが、青山チャラ博士は自然科学の学者ですけども、その歴史ものをよく見てますよね。で明智光秀公におかれてはどうして信長公を襲ったのかってことが、僕はご飯食べながら見てて、もう歴史学者が職業的歴史学者がとんでも説を結構言うんで結構呆れてもいるんですよ。ごめんなさいね。でも本音として言えば、ただその大きな背景として言うと、あのままその織田信長っていう人がですね、本当の天下人に、後の秀吉公や家康公のように本当の天下人になって権力を取ると、ちょっと言ってはならないことを申しますが、天皇陛下のお命に関わる事態を招いたってことは十分あり得ると思います。で信長公におかれては、実は家康公も本当はそうだったんですけれども、海外の動静に関心がありましたよね。したがってその海外の王権についても相当情報をそれなりに宣教師などからも取っていたと思うんですよね。で織田信長っていう人の世界観、国家観から人間観から考えると、私たちのように天皇陛下のご存在を絶対視するんじゃなくて、やっぱりかなり相対視してみたんじゃないかと思います。でそうすると信長公があのまま本当の権力を手にすると、天皇陛下のご存在はあそこで終わってたリスクは十分にあると思います。明智光秀っていう、福知山の方々にとっては大変な名君でいらしたわけですけれども、この方がいくら戦国時代の末期といえどもですね、戦国時代は下克上が当たり前ですから、
そこから安土桃山時代に向かっていく過程でまだまだ下克上は全否定されてませんから、とは言ってもやっぱり謀反にあたることをあえてやらざるを得なかったっていうのは、まあ、積み上がった状況は僕は逆になんとなく明智光秀っていう殿様のお気持ちは分からなくない気がしてるんですけれども、ただ大きな背景としてはこのままいくと日本の根幹おかしくなるというところはあったと考えてます。でこれは話がそれたんじゃなくて、ずっと決めたことを変わらずに来てるわけですよね。で決めたことをこうもう続けてずっといきましょうっていう初期の段階で、国史正史としての日本書紀がきちんと表され、それから日本人向けの、それは世界に向けてのメッセージですが、日本人に向けてのもこれが国の根幹ですという古事記が現れ、そこで定まったわけですよね。で例えば天皇陛下のご存在を亡き者にしてしまうというのは、その古事記日本書紀からの決めたことを変えてしまうということですよね。でそれを変えなかったために日本は今も第二次世界大戦で敗れても、実は国家の理念は失っていない、見えにくくなっているだけであって、それを見えやすくしようとしているのが僕の仕事であり、皇位継承を父系一系によって安定させようとしているのも、まあ、その一環なわけですよね。だから表裏一体なので、どうしても決めたことは変えられないっていうことにつながるんで、したがって緊急事態条項を入れたからといって、憲法9条が言ってる根幹の話、つまり日本の生存、日本国民と国家の生存と安全は自分でやるんじゃなくてアメリカに任せるんだということが、9条が象徴している日本国憲法の全体の中心ですよね。でそのことによって、それが第2章の戦争の放棄っていう章立ての9条ですが、そのことによってその前の章の第1章の1条から8条までの天皇陛下のご存在に関わるところもそれが色濃く反映してて、シンボルっていうね、シンボルっていう西洋的概念に日本の天皇陛下のご存在が置き換えられてるわけですよね。実は日本国憲法の第1条っていうのは9条の反映でもあるわけですよね。でそうするとそこを変えずして、他を変えたからその本体まで行くっていうのは僕は違うと思います。したがって結論から言ったら、誠に申し訳ないですけど、慎太郎さんのおっしゃってる、緊急事態条項をこの武漢熱という機会にやりましょうというよりも、私は憲法9条にまっすぐ向かうべきだというふうに考えております。じゃあいろいろ選んでいるんですけど、今日も一問になってしまいましたが、時間が来ましたので、てかもう超えてるらしいので、ここまでにいたしたいと思います。皆さん今回もありがとうございました。
Sim.